はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。6時をですねちょいとですね、回りました。6時12、3分ですかね。はい、前は寒い、千代田区10度でこの部屋は16度ちょっと切るぐらいになってきましたね。まあでももうこれを上げたら今日は帰りますけどね。はい、さて、まああんまりね、こればっかり言いたくないんですけども、愉快なお隣さんの経済はですね、来年プッチンしますね。どっかでパリンしてですね、ちょっと大混乱が生じるんちゃうんかなという気がします。ほぼほぼですねそうなるでしょうね。まあ、一番可能性高いのは個人なんですね。で、個人で止まってりゃいいんですけど、大きな企業に行ってしまう可能性がありますね。で、多分、ゆかの隣さんの法律面っていうのは、日本とよく似てるはずなんですよ。とするとですね、中国みたいにね、デフォルトしてるのに会社がまだ続いてるというようなことにはならないわけですね。不当たりを出してしまったらですね、もうそれでおしまいと。パリンということになります。倒産処理ということになりますね。なんで割合その政府がですね、中国みたいに政府が恣意的にお前のところはまだ倒産ちゃうとかってそういうことにはできないはずなんですね。なんでどうでしょうね、来年大きな企業ぐらいまでは行くんちゃうんかなと思います。で、政府は一番マシなんですけど、まあそれでも分かりません。ただお隣さん経済がかなりこうやばっていう感じになってくると思いますね。で、そうなるとドルゴン相場がわーっとですねこう温安になっていって、まあまあ1279とか言ってますけど、まあ1500、1600はまあ行くでしょうし、下手したら1800、900、まあその辺で止まればいいと、僕は2000円までで止まればいいと思うんですけど、そういう可能性は十分にあると思います。日本で言えば1ドル200円になるっていう感じですね。200円までに終わればええやんという感じじゃないですか。まあそれくらいは十分にでもあり得るわけですね。で、そうなった時に日本に対して影響があるかというとですね、まあお隣さんと取引のある企業はですね、それはかなり混乱すると思いますけど、今そんなにですね、ないんですよ。そのユニクロとかがね、行ってますけども、あんな別にその現地の資本とつるんで、現地販売会社ですよ、要は。だからこっちから売るものをですね、どうせドルで払ってもらってるわけですから、大して影響はないかなという気はするんですけども、一番影響はあるのはね、やっぱりインバウンド、お隣さんから来る観光客ですね、が今やっと回復しつつあるわけですけども。これ、まあ、しばらくは回復していくと思います。前はですね、2018年段階で780万人とかって言われたわけですね。で、それがノーノージャパンの時に、だいたい6割ぐらいに減ったという記憶があるんですけども、それが今ですね、徐々に回復していこうという感じでして、まあ月にですね、60万ぐらいのペースまではですね、すぐに回復する。春、まあ寒い時期はあれですけど、春先あたりにはもう回復してるんちゃうかなという気はします。ただしですね、まあ向こう経済がおかしくなったらですね、それもしぼんできます。もう当たり前ですけども、だいぶしぼんでくるでしょう。で、他にね、実はね、爆弾があるんですよ。いわゆる対戦中労働者問題でですね、向こうの国内で今解決策を出してるんですけども、財団作って財団が払うということなんですけど、それでですね、その日本企業に謝れとかって言うてるんですけど、日本企業は別に謝るあれはないわけであって、言われはないわけであって、イエーとかっていうことになるわけでしょう。で、そこでですね、日本政府や日本企業がですね、なんか彼らの気に入らんことを言ったりしたりする可能性があるわけですね。別にそれは
正しいか誤ってるか、そんな関係ないんですよ。彼らが気に入らんことをなんか言うたりしたりすると、あいつらがってなったら大騒ぎになるわけですよ。そうするとまた再びですね、ノーノージャパン運動になる可能性は十分にありますね。そのダブルパンチでですね、実はですね、2023年あんまり愉快なお隣さんからのですね、インバウンドは日本は期待できないんちゃうかなと思います。ただ、お隣さんから来なくてもですね、東南アジア方面なんかは来るでしょうし、でも、ヨーロッパ方面があるも、まあ多少は来ると思うんですよ。ウクライナが終わればね、ウクライナがなんとか終わりにこぎつければですね、またロシア上空が飛べるようになるとですね、ヨーロッパからのお客さんがわーっといっぱい来てくれるわけですよ。ヨーロッパもアメリカも。なんで、いっぱい来てくれるんで、それはそれでいいと思うんですけど、まあまあ終わらないという前提に立てばですね、ちょっと今年のですね、来年の日本のいわゆるインバウンドを待ってます業界ですね、観光業界は、まだ苦難が続くんちゃうかなと思うんですよ。もうお隣さんはその2つの爆弾、要は経済がプッチンしてしまうのとですね、ノーノージャパンやというネタがいっぱい並んでるわけですよ。対戦中労働者問題だけじゃなくて慰安婦問題というのもありますし、あとですね、これからまたそういった類の裁判、新興庁裁判の判決が出てくるかもしれません。常に爆弾を抱えてますんで、お隣さんと日本の間ではで、それらで、再びノーノージャパンやっていうなる可能性が非常に高いですね。で、あとは経済はほぼ確実に、大きな波乱があると思います。個人とね、企業だけで終わればいいんですけどね。で、あと実はですね、中国経済も来年は今よりもっと悪くなると思います。もっと悪くなって、プッチンすることはないと思うんですけど、中国の場合は。さすがに統制経済ですから、基本が統制ですからね。なぜあれですよ、デフォルトした企業はまだ生きてるんですよ。なんで、でも相当悪化するはずですね。で、今中国はですね、不遇不況の海外旅行は控えろというか、もうほぼ海外旅行は行くな状態になってます。なってるんで、中国からですね、日本へのインバウンドの復活というものはですね、ほぼ見込めないんちゃうんかなという気はしますね。ゼロコロナがなくなったんでね、完全に何て言いますか、自宅待機みたいな、自宅禁止みたいなあるでしょ、帰国したら4日間で出たらあかんとかって。あれがなくなれば少し期待できるんですけども、逆に今中国外貨が足りてないような感じで、ってインバウンドってあれでしょ、ドルを、じゃあ人民元を円に変えるわけでしょ。そうすると、結局向こうにとっては外貨に変えてるのと一緒であって、だからそれは嫌うだろうなと。なんで、国として抑制する方向になるんちゃうかなと思うんですね。となると、ますますね、日本のね、観光業はね、あれ、せっかくね、もうコロナも終わったのにと、終わったことにしてるわけですけども、終わったのにあかんやん、みたいな、ちょっとなんか、今、薄日差しますでしょ。GoTo じゃないけど、なんか、なんたら補助ってなってて、薄日差してるんですけども、来年もまたですね、これ、苦難が続くんちゃうんかな、という気がしますね。それで、お隣さんに限ってはですね、来年プッチにしてもですね、その後、急回復が待ってるかというとですね、構造上待ってないんですよ。何かこう大きなイノベーションでもなければですね、お隣さん経済が著しいウォン安になって輸出がちょっと楽になるかなというぐらいなんですけど、まだその輸出力が商品力があればいいんですけどね、造船とか自動車はまあなんとかいけるかもわかりませんけど、一番お得意の半導体とか、メモリーですね、がですね、商品力はまだ維持できてる、来年以降も維持できるかっていうと、ちょっと危ういような気もするな。もうすごい急激に変化しますからね、あっちの世界は。なんで、今回のプッチンは、ちょっと前のですね、1997年みたいなですね、2年で急回復みたいな風にはなりにくいんちゃうんかな。結構長引くんちゃうんかなと。
ということは日本の観光業もお隣さん待ってますっていうスタイルの観光業界も、長い長期低迷に入っていくんちゃうかなと、あんまりいい予想でなくて申し訳ないんですけどね、というような気がしています。はい、特に貼るページございませんのでですね、皆さんもそれぞれニュースをご覧ください。はい、どうもありがとうございました。